ナチャラジオ。皆さんこんにちは、アイナです。こんにちは、ミオです。ナチャラジオ第6回目始まりました。イエーイ、イエーイ。あのさ、はい、いきなりあれなんだけど、はい、拍手を作るっていう約束だったんだけど、はい、うっかり作り損ねて、はい、なので先週の拍手を利用しましょう。はい、わかりました。そういう形で、はい、SE を使いたいと思います。はい、はい、では早速今日も悩み相談からいきましょうか。はい、はい、どうぞ。パチ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 。あのね、あれあのね、聞いてたやつがね、はい、あれですね、人と話をするのがちょっと苦手だけど、はい、どうしたらいいかなっていう、アイナちゃんみたいに、うん、何も考えずに話がしたいなっていう多分ニュアンス、そんなん絶対思ってないよ、あったんじゃないかなっていうふうに思う。いやいやいや、これでも結構深刻、深刻ですねそれは、うん、でも割とさ、聞くよねこういうの、うん、私もでも苦手だもんな。えなんか初対面の人とは苦手かな、うん、初対面はみんな苦手じゃない。いける人はいけるんですよ。えなんか話しやすい人だと全然いける、うん、自分から。どういう人が話しやすいのか、なんだろうな、ニコニコしてる人かな。でも多分さ、こういう相談を送るってことはさ、うん、こう接客業とかさ、うん、じゃない。あ確かに。どうやったら話せるかってこと、うん、よくだってあのさ、あれどう、俺もさ、うん、いつも思うんだけど、ほらマッサージとかさ、うん、まあ、美容師さんは最近は合わないけど、うん、例えばまあ髪切られてる時とか、うんうんうん、マッサージする時にいろいろ喋る人いるじゃん、うんうん、正直俺はあんまりちょっと話しかけてほしくないんだわ、うん、その静かにしててほしい派なんだけど、なんか一生懸命喋ってくれるお客、あの店員さんとかいるじゃん、うんうん、でそういう立場なのかな。あ確かに。アイナどう喋るの、髪切りに行って。私でもずっと雑誌とか読んでるかもしれない。あ喋らず、うん、そう雑誌を読んだりとか漫画読んでますずっと。俺マッサージの時はね、うん、いつも行く針の先生はもう気心が知られてるからいいんだけど、うん、初めてのお店の時には、うん、そのまま眠りますので、うん、喋らないでくださいって言うよ。え そういうニュアンスのことを伝える。やばだってこうマッサージして気持ちよくなったらそのまま寝ちゃうかもしれませんとか言って、どうぞって言われるから、そうすると話があんまりなくて、あで本当に寝るの、寝ないの、寝る、本当に寝る、あ寝るのか、うん、でもさ、まあそうだね、どうやったらうまく喋れるんだろう。ズバッと答えてよ、ズバッと。だろう、でもネタを考えておくしかなくない。えその何、話すネタを。ネタを考えるの、うん、どういう、例えばからもし美容師とかだったらさ、うん、美容師って何話すんだろう。ごめん分からんよ、美容師さんじゃないかもしれないから限定しない方がいいんじゃない。確かに。じゃあ普通にも思ったことを口にするだけじゃない。どういうこと。例えばから何を思ったことを口にする、なんていうの、うん、もし可愛いピアスしてたら、あそれ可愛いですねみたいな。全然心がねえしとかじゃないですか。でもさ、話が続かないって、うん、私も続かないもん。あそれは何、なんで。緊張するから話すネタがない。あ共通の話題がってこと。そう。あでも無理やり続けるかもしれないな、私だったら。でもさ、無理やり続けなくていいんじゃないの。でもなんかそういう気まずくなるじゃないですか、それ無言が続くと。自分がやってることを話すればいいと思う。うん、私も思いますよ。そう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 。でもやっぱ共通の趣味がある人はさ、うん、話せるから、そういうのなんか好きなグループなんですかとか聞けばいいんじゃないですか。でもなんか敵対してるグループ同士だったらバチバチするじゃん。それが自分も合わせるかですよね。相手が好きって言ったら、あ私も好きですって。好きじゃないのに。じゃそれはいかんって。そうです、それバレるって。いやだけどそのな、特定のものが好きとかじゃなくて、うん、そういうのにこうハマるプロセスみたいなとこだったらいけんじゃない。プロセス、嘘偽りなく喋れるじゃん。喋れる。確かに。でしょ、うん、共通の話題を見つけて、うん、それについて話すしかないと思います。なかったらどうするの。なかったら、うん、無理やり作る。どうやって話せなくていいと思うけど。喋んないの、うん、無言。あでも無言はちょっときついか。無言きついんじゃない。なんかどういう場面かにもよるけど、うん、要するにお客さんとかだったら別にそういうその共通の話題見つけなくてもさ、うん、よくないですか。ピアス可愛いねみたいな。ピアス可愛い。ピアスしてなかったらどうすんの。なんか褒めるというか、その人のことをなんか言う感じ。ちょっと分かんないけど、さ、で初めて会った人は
私は共通の話題だな。ガンダム好きな人はね、すぐ打ち解けるっていう共通点があるよ。全国どこ行っても。でも私も同じさグループ好きなこと、この前初めて会って、普通に喋ってましたよ、そのグループ。まあそうだよね、共通点があったら一気に行くよね。一気に行きますよ。ない場合だよね。そう、ない場合。何話すんだろうな。例えば俺たちはそのガンダム好きだと、大体世代的にもさ、今こういうディレクターさんとかやってる世代がガンダム世代じゃん、とさ、すぐ一気にこう勝って、あ、もしやってなるわけ、なるわけよ。そうすると次に会う時なんかに、何気にこうそういうちょっとグッズを忍ばせてたりとか、T シャツ着てたりとかするけど、お互いに、ああそれは盛り上がったりするけど、全然興味ない人もいるじゃん。いると、なんかまたそこはそこで微妙な空気になるわけ。確かに。そう、分かんないだもん。ちょっとズバッと答えるコーナーだよ。じゃあもし私が初対面で何にも関わり、何にも共通点がない場合ってことでしょ、好きなグループを、聞く好きなグループしか なんか好きなこと聞くかな。あ、好きなこと聞くで、あ、で言われたら、どんなグループなのみたいな感じかな、なんで好きなのみたいな感じで相手のこと聞くかな。でもさ、音楽とか全く興味ない人もいるじゃん。そしたらなんかその違うもの、何が好きなのみたいな、音楽とかじゃなくてもいいけど、なんか好きなキャラクターとか、なんかじゃあ俳優とか、趣味は貝拾いですとか、どうすんの、どこで貝拾うのみたいな川とかどうやって、 どこで拾うの、なんか誰と拾うのみたいな一人とまあ繋げていくんですよ、そうやって。あ、そうやって、どうやって拾うのみたいな。拾った貝に一人でスプレー塗って、それを海に投げ捨てるのが趣味ですみたいな。いいんじゃないみたいな、楽しそうだな、私も行きたいなみたいな感じ。私もやりたくないじゃん別に。やりたくないけど、まあそういう感じじゃないですか。なるほどね、はい。じゃあこれで解決、これ解決から、じゃあまとめると、共通点がある人とは、共通点の話をして、ない人は、相手のことを聞き出す。ああ、じゃあピアスいいねってとか、いろんなことを聞き出して、で自分もそれに共感したつもり、したつもり、共感してる風にする共感してないけどってこと。まあしてなくても、そんな悪いことは言えないからまあ、あ、いいねみたいな感じで、 よくないと思ってもいいねみたいな感じで、よくないと思っても思っても言っとくんです。言っとくの、いいねって。分かった。じゃあ、お悩み、でも嘘はいかんな、嘘はいけないそうです、お悩み解決したでしょうかまた、次の お悩みがあればアイナがズバッと解決いたします。はい、はい、では、もう一つのコーナーいきましょう。はい、皆さんに逆に質問があるんですけど、おう、アイナからの質問コーナー。はい、あ、で急にできたの、そういうコーナー。できました、はいこれ SE にある？ない。ないの、はい、まあ適当にいきましょう、うん、最近学校でなんか半分子と半分ずっこっていう人に分かれたんですよ。ほう、みんなどっちかなっていう。いや半分子でしょ。なんかでもみんな半分ずっこ半分ずっこって言って。そう、女の子でしょ。そう、半分子と、なんかが2つが合わさって半分ずっこみたいな。いや半分ずっこは多分ね、あれじゃない、ちょっと可愛いアピールじゃない。あ、でも確かに天然な子かもしれない。いや半分なんか多分半分ずっことか言って、いや違う、いやいやいや普通に可愛いと思われる風じゃないの。なんか半分子となんか合わせたったんですよ、ちょっと忘れたけどちょっと忘れたの。え、なんかなんかなんか何がある、半分子のことなんて言う、半分ハーフ、半分子半分ずっこ、半分ずっことは言わんて忘れたけど、まあ、そういうのがあるんですよ。ほう、だからどっちかなっていう。どっちかなって忘れたんだらどっちでもなくないそれじゃあでも半分子と半分ずっこ、おう、半分子だって。え、アイナどっちなの。半分子でしょう、ほら、半分子じゃん。半分子ですね、でもなんかさ、そういうのでさ、結構みんなでさ、対決になるんですよ。暇、いや暇なの、半分子ですよみたいな、半分子半分子って言って、半分ずっこだよみたいな言ってるから。暇なの、お弁当のとか、お弁当の時間とかかな言ってんのそう、半分ずっこね。え、半分ずっこって言うかもしれない。何を、何、どういう状況で、例えばご飯半分ことか、そういうこと。そう、パン半分ずっこしようとか。いやそれは言わんくない、半分ずっこなんて聞いたことないな。半分ずっこ、何半分ずっこって。僕、私も初めて聞いたんですよ、なんかうちのおじいちゃんのことずっこって言ってたよ。え、は、方言だって半分ずっこって。え、あるの、ずっこっておじいちゃんのこと言ってた。え、ずっこって言うの。ずっこって昔ね、おじいちゃん生きてた時ね。茨城、これ茨城って言うの、栃木、茨城茨城の人が半分ずっこって言うらしいですよ。あ、そうなの、じゃあ茨城の子なのかな。栃木とかそこら辺じゃないですか。へー、じゃあどっちも正しいんじゃん多分。じゃ間違ってなかったんじゃない。間違ってないですね半分ずっここれはアイナから皆さんに質問でさ、どっちも正解だったんじゃない。正解でしたね、正解でした、はい、このコーナーどうやって終わるの。どうしよう、どうやって終わろう。おしまいです終わっちゃった皆さんも半分ずっこを使いましょう。はい、多分可愛いと思われますよ。可愛くないですか。
半分ずっこ、うん、半分ずっこしようって可愛くないですか。それもう女子中高生しか許されんくない。でもいけると思いますよ。皆さん頑張りましょう。はい、おしまい、おしまい。おもうまた来週。はいはいはい、バイバイ。バイバイ、もう終わるの。バイバイ。聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。